令和6年6月1日19チャレンジプラスダブルメンのオフィスチャレンジ開始いたします。よろしくお願いいたします。毎週土曜日11時から受付開始、だいたい12時半までには終わります。本日は第1土曜日ですので、 NSB19 プレゼンツ19チャレンジ題しまして、決勝各ヒートトップ5の方にはこちらのステッカーが申請されます。頑張ってまいりましょう。はい、では A グループご準備ください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。19チャレンジプラスダブルメンノービスチャレンジ予選第1ラウンド A グループ3分間周回です。スタートです。さあ、スタートしました。うわーっと、さあ今日はガチンコ宣言のレン選手、さあさすが宣言通りトップで帰ってきた。2番手山村、3番手ニューナイ、4番手高橋。さあ19チャレンジプラスダブルダブルメンノービスチャレンジは予選組から実力実績者速に応じた組み分けを実施しております。 A グループは、まあ、ぶっちゃけ実績などが揃った早い人ら。さすがですね。さあ序盤の30秒が経過いたしました。トップ小学生ドライバー蓮選手、今日はガチンコ宣言。2番手山室、3番手ニューナイ、4番手高橋。さあ全車ハイペースを維持している。さあミスなく6周目に入っていく。さあおっと、さあ蓮君、さあこれで2コーナーポジション入れ替わりがあって、山室トップ、2番手ニューナイ、3番手さあここはラインを譲って、トップはニューナイ、2番手山室、3番手蓮、4番手高橋。さあ山室はレンにもラインを譲って3番手、さあ高城にも譲る、危ない変な絡みやな。さあちょっとお見合いになった。残り1分45残り1分45秒さあトップに立ったのはニューナイ選手、2番手レン、3番手山室、4番手高城。さあ無傷な、あっとレンが最初からクラッシュ。さあこれでポジションの入れ替わりはないが、さあ2、3、4が距離が近い。さあその間完全に無傷のニューナイ選手、現在ストレートから1コーナー2コーナー。ああさすがミニッツカップファイナル前年度経験者。さあ2番手レン、3番手山室、4番手高城。さあここはノービス勢の最強豪3台、残り時間1分15秒。おっとっと、さあこれで一瞬ラインが錯綜するが、これで高城が3番手浮上。さあトップは依然ニューナイ、現在中央セクション、レースタイムは残り1分となります。さあ3分が周回です。2分が経過いたします。トップニューナイ、現在ストレートから1コーナー2コーナーへ入っていく。2番手レン、3番手高城、4番手山室、レースは残り1分、残り1分。さあ非常にハイペースな A グループ。おっとっと、さあニューナイ危なかった。さあ1コーナー過ぎた後外側、さあしかしここはなんとか戻して、さあトップニューナイ、2番手レン 0.9 秒差、2番手レン、3番手高城、ここは近い 0.4 秒、同じく 0.4 秒で山室が4番手。さあ上位4、あっと3連がクラッシュ。さあ2コーナー付近の挙動が不安定か、これで4番手まで交代。さあミスしてはポジションが落ちる、残り20秒。ベストラップもほぼ横並びですか、いやでもレンがやっぱベストラップ 9.4 本わずかに早い。さあ結局トップニューナイ選手、さあ残り10秒です。さあ一瞬ふらついただけで、さあラストラップ全車同周ラストラップ、さあ見たまんまの4台の距離。さあここで3分経過、この周でゴールとなる。さあニューネアゴール、さあ高橋はぴったりゴール、ゴールゴール、はい4台ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールはニューネア選手、19ラップ3分6秒25。さあなんと1位から4位までが 1.7 秒の間にいるというゴールでした。ナイスラン。さあこれは A グループらしい非常にクリーンなレース予選走行でした。さあでは続きまして、9チャレンジプラスダブルメンノービスチャレンジ予選第1ラウンド B グループへ参ります。19チャレンジプラスダブルメンノービスチャレンジ予選第1ラウンド B グループ出走ドライバーは上田知事、山本選手、鴨選手、小崎選手。はい、ウォーミングアップランよろしいですか。ではスターティングリード横一列お並びください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。予選第1ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。
さあスタートしました。さあ難しいオープニングラップ。さあ序盤から隊列整った。さあうわーギリアーと最終コーナーギリギリの接触があったが、さあこれはライン、あ結局3台引っかかった。3戻れない戻れない。さあトップは上田父。さあ単独抜けた。2番手山本、3番手鴨、いや山本ミス。さあこれで鴨が2番手、3番手山本すぐ後ろで浮き、4番手に尾崎。さあ1周目2周目と難しいラップでしたが結果絡んでしまった。単独トップで抜けたのは上田父。さあ上田父が現在2コーナー3コーナー赤いマシン。さあ2番手以降は距離が近いぞ。序盤の45秒が経過いたします。レースは残り2分15秒。19チャレンジプラスダブルメルの、おっとさあ2番入れ替わり。さあこれで山本が2番手に行く、3番手鴨。さあ2番3番が距離が近いテールトゥーノーズの 0.2 秒、4番手に尾崎。さあレースは残り2分です。残り2分、まあ、レイアウトもだいぶ回数こなして皆さん慣れてる方が多いのでミス率も低いということは1回2回のミスタイムロスが大きく影響する。さあトップ走行は上田智。さあ2位との距離を大きく広げる。さあ2番手以降はまだまだ分からない距離で 0.5 秒から1秒の間。さあ2番手山本、3番手鴨、4番手尾崎、現在計測ラインから最終セクションに入っていく。さあ後方鴨尾崎と次ぐストレートで3台が並ぶ234。さあその後ろには上田が見えてきている。レースタイムは残り1分15秒です。残り1分15秒。さあ上田父のペースに注目ですね。さあ A グループ予選第1ラウンド姫鷹に4台思われましたが、さあ父上田現在アベレージベースは 9.8。 うわーっと、さあ中央セクション、さあこれはトップ上田、山場が来た。残り1分。さあ上田父このまま行けば暫定ポールにも届くペース。さあレースタイムは残り40秒です。残り40秒。さあ最終局面、緊張感が高まってきております。トップ上田、2番手鴨、3番手尾崎、4番手山本。さあ残り30秒。さあ残り20秒。さあ15秒、あと2周、トップ上田。さあ前後にはラップマーカー、難しい局面。さあラストラップに各社入っていく。さあこれで上田は1周多い。そして暫定ポールチャレンジラップ、ここで3分経過、次からゴールとなる。さあコーナーあと2つ。おお、とっとこか。鴨さんちょっともう1周してください。鴨さんもう1周してください。はい、全車ゴールです。ちょっと修正入ります。トップゴールは上田父、19ラップ3分4秒69。うお、来た暫定ポール。さあ父上田が完全に連のガチンコ宣言に応じておりますね。では続きまして予選第1ラウンド C グループへ参ります。出走ドライバーは坂林選手、山内選手、高田選手、竹山選手。はい、スターティングリードにお付きください。1番、エントリー3番、エントリー4番、エントリー。はい、横1列です。今のところ、暫定ポールタイムは19ラップの3分4秒、上田選手、上田父です。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。19チャレンジプラス WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド C グループ3分が周回です。スタートです。さあスタートしました。さあまずは難しいスタートオープニングラップ。さあラインは広い、ゆずし、おっと、さあスタート飛び抜けたが最終引っかかってしまったのは坂林。さあ変わってトップに立ったのは高田。2番、あっと、さあこれで接触があって山内トップ。さあ目まぐるしく順位が入れ替わります。トップ山内、2番手坂林、3番手竹山、4番手高田。さあ少し序盤クラッシュが見られました。さあそんな中を本日最高齢山内選手、さあシニアドライバーがトップ回答している。さあ後方坂林、さ
あ、トップ山内アウディ R8、 2番手高林ホンダ NSX、 3番手がさあ滝山が3番手赤いマシン、4番手高田、あ、ここは落ち着いていきたいところ。ただ坂橋ミス。さあトップは山内選手、残り2分。さあおっと、さあクラッシュがあった。さあ最終で、最終コーナーで1、2距離が一気に縮まっている。さあ山内 VS 坂林。さあ現在最終セクション、ストレート2台が並ぶ1番2番、そして3番4番滝山高田、ここも距離が近い 0.7 秒差。さあこの周はさらに縮まって 0.5 秒。さあ1位2位は 0.2 秒差。さあ各ポジション、さあ予選走行、バトってはいけない予選走行。そう、そこはさっさと自分のペースを維持することを最優先にしたい。さあトップ山内、2番手坂林、依然テールトゥノーズ 0.2 秒。さあ3番手は高田が上がった、4番手滝山。さあレースタイムは残り1分10秒です。さあ後半戦に入っている予選第1ラウンド C グループ。さあトップグループの前にはラップマーカーが出てきた。残り1分です。残り1分。さあ滝山がぶっ飛ばされた。おお、さあ坂林が山内をパス。さあラップマーカーとの絡みで続きを見逃さなかった。しかし今度は前後を入れ替えて坂林山内ガチンコのトップ争い。3番手高田、4番手竹山。さあレースは残り40秒です。残り40秒。さあ依然1位に、あっと、さあ今度は前で坂林がミス。これで山内がトップ奪還。レースは残り30秒です。さあ1位に山内坂林 0.7 秒差。3番手高田、4番手竹山。さあここはワンラップずつ、残り20秒です。残り15秒。さあクラッシュ。さあそういうこともある。さあラップマーカーとの絡みはよくある。さあレースではよく見られるシーンです。さあ残り10秒、残り5秒。さあラストラップ。さあこれで各社ラストラップとなる。さあ3分経過、次からゴールとなる。さあゴール、ゴール、ゴール、レッドコーチです。まだですよ、まだですよ。さあこれで全車ゴールです。お疲れ様でした。トップゴールは山内選手、18分3秒44。はい、お疲れ様でした。はい、以上にて予選第1ラウンド終了となります。集計結果が出ます。1級チャレンジプラス WMN ノービスチャレンジ、続きまして予選第2ラウンド、まもなくスタートいたします。A グループの方ご準備ください。出走ドライバーはニューノヤ選手、レン選手、高城選手、山室選手。さあ1級チャレンジプラス WMN ノービスチャレンジ予選第1ラウンド、おさらいしてまいりましょうか。暫定ポールタイムは上田父の19ラップ3分4秒以降、トップ4を注目してまいりましょう。ニューノヤ19ラップ3分6秒、高城19ラップ3分6秒、4番手山室が19ラップ3分7秒という上位4台となっております。さあそして同じ19ラップはマークしておりますが、現在暫定5位のキチンコ宣言レンス選手が19ラップ3分8秒、ほんま5秒後方ですね。さあ2回目に期待しましょう。3番エントリー2番エントリー4番エントリー、ラインも開けといてくださいよ。4番エントリー。はい、いいですか。ではスターティンググリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。1級チャレンジプラス WM ロービスチャレンジ予選第2ラウンド A グループ3分間周回レーススタートです。さあスタートしました。おほほ、開いた。さあオープニングラップ、あっと、しかしサーレンがミス。サーレンがうまくスタート、前が開いたが結果ミスで4番手。さあ代わってトップに立ったのは高城選手、2番手ニューナヤ、3番手山村、4番手レン。まあ言うならこの4台 VS 上田父やからな、現状。残像の上田父をこの4台が抜けるかどうか。おっと、さあ落ち着いて、さあここは落ち着いていきたい。さあトップ高城、2番手山室、3番手ニューナイ、4番手で、さあ
第1ラウンドは A グループ4台まとめたかに思われましたが、 B グループで上田騎士が逆転の暫定ポールタイムをマークしました。さあ予選第2ラウンド、矢が王に緊張感が高まります。現在ストレートから1コーナー、青白のマシンが先頭走行、高城選手後方、山室ニューネア連と続く。さあ序盤の1分は無難に経過したレーサー、おーっと、さあ中盤、あっと、さあニューネア引っかかった。さあこれで2番3番4番入れ替わりか。さあレーサー残り1分40秒、残り1分40秒、さあ中盤に入って少しレースが動いた。依然高城トップ、2番手山室、3番手蓮、4番手ニューナイ、さあニューナイ中ミス。さあ残り1分30秒、後半戦に入っていく予選第2ラウンド A グループ。さあトップ走行高城選手、2位との距離は 0.7 秒、2番手山室、本日はニューカラーほぼシルバーに見えますが、シルバーイエローのグラデーションから3番手に白ブルー丸ボーロレン、4番手シルバーオレンジニューノヤ。レースは残り1分5秒です、残り1分5秒。さあこの序盤から中盤の2分は悪くない、残り1分です。さあ残り1分、残り1分、アベレージペースで言うと、さあ上位2台は暫定ポールの上田騎士をタイム更新するペース、残り50�秒。さあレン・ニューネアはどうだ。さあレンはここは更新になりそうですね。さあ残り時間40秒です、残り時間40秒。さあトップ高城、2番手山室 0.3 秒。さあ残りは間もなく30秒となる。さあ3番手で4番手ジュノヤ。さあ上位2台アベレージペースは 9.75。 さあ残り20秒。さああと2周上位陣、さあトップ高城を決めるか。さあレンも徐々に追いついてきてる。残り10秒、さあ残り10秒、各社ファイナルラップ。さあこれで全社ファイナルラップに入ったの、ここで3分経過、タイムアップ。さあトップゴールは高城選手、山室連続でゴール、レッドコーチ。さあニューノイ入って全社ゴールです。トップゴールは高城選手、19ラップ3分、3秒77。さあ暫定ポールゲット、気迫のレースでしたね。まだ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 、予選は予選ですから。あしかし非常にいい走りでした。グッジョブ。トップゴールは高城選手、19ラップ3分、3秒77で暫定ポールゲットです。はい、では続きまして B グループの方ご準備ください。出走ドライバーは上田知事、山本選手、鴨選手、尾崎選手。まだまだ予選はこれからですよ。さあ続きまして第2ラウンド B グループ、出走ドライバーは上田知事、山本選手、鴨選手、尾崎選手。はい、いいですか。では横一列スターティングリードにお並びください。なんか偉そうや、たまにはい、では参りたいと思います。1Q チャレンジプラス WML ノービスチャレンジ予選第2ラウンド B グループ3分間周回です。スタートです。スタート10秒前。さあスタートしました。さあおっと、さあ一回転倒。さあ転倒は鴨選手か。さあトップ帰ってきたのは上田知事、2番手尾崎が後方すぐ後ろでプレッシャー、3番手山本、4番手鴨。さあ第1ラウンドはおっとっと、さあ引っかかったの尾崎。さあこれで山本が2番手に浮上、トップ上田、2番手山本、3番手尾崎、4番手鴨のレースオーダー。さあ2周目3周目で少し距離の悪レース展開。さあ先ほど第1ラウンドはトップタイムでした上田知事、さあ第2ラウンドは更新になるんでしょうか。現在暫定3位タイム。さあそして2番手山本もいいペースだ。さあ非常にスムーズなドライビング、ベストラップはトップ走行上田知事が 9.6。
2走行山本、3位走行尾崎はほぼ同じベストラップの 9.8、 鴨が4番手、ベストラップは 10.1。 レースは残り2分となります。1分経過、レース残り2分です。1Q チャレンジプラスダブルMMノービシャリー予選第2ラウンド B グループ、スタート走行は赤いマシン上田選手、現在中央セクションから計測ライン後半セクションに入っていく。そして2番手3番手が距離が近い、オレンジ白のマシン同士のバトル、画面上ではまあオレンジに見えますかね。さあ2台が近い山本尾崎、ここが 0.6 秒差。さあここで尾崎がベストラップ上げてきている。あ、 9.69。 さあ上田は 9.5 をマークしている。さあレースタイム残り1分20秒です。残り1分20秒、あっと、さあ尾崎が引っかかっている。さあこれで3番4番距離が縮まる形になる。現在ストレート尾崎鴨3番4番、ここが距離が縮まった。レースタイム残り1分となります。さあ3分間周回です。2分が経過いたします。トップ上田知、現在最終コーナーからストレート、残り1分。さあレースは残り1分です。残り1分。さあ2番手以降は山本が単独、山本選手は現在ストレートですね、オレンジ白のマクラーレン P1GTR。 3番手尾崎オレンジ、まあイエローですかね、イエロー山吹色のブルーライン、その後ろ赤グリーンがカモ。さあ尾崎カモが距離が近いぞ。さあレースは残り30秒です。残り30秒。さあトップ上田知、さあ一瞬ラップマーカーのクラッシュ危なかったが、ここは抜けて、さあ残り15秒、あと2周。さあトップ上田知、さあ残り10秒のコール、あと1周となる。さあここで3分経過、タイムアップ、山本は入った。さあここで3分経過、次からゴール、まずは尾崎選手ゴール、鴨選手ゴール、上田、失礼、もう一台上田知鴨ゴール、はい山本ゴールで全車ゴールです。トップゴールは上田知、19ラップ3分4秒38。さあタイム更新ですよ、素晴らしい。はい、では続きまして予選第2ラウンド C グループへ参ります。出走ドライバーは坂林選手、山内選手、高田選手、竹山選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。1Q チャレンジプラスダブルMMノービスチャレンジ予選第2ラウンド C グループ3分間周回です。スタートです。さあ間のあるスタートシグナル、さあタイミングうまく合わせたのは、さあ転倒。さあ坂林スタートいいんですが、オープニングラップ少し転倒、クラッシュが課題があるようだ。さあ対して山内がトップに立った。さあシニアドライバー本日最高齢、御年63歳ですか。さあトップ走行山内選手、堂々トップ走行です。さあ続いて2番手高田、3番手竹山、4番手坂林、あっと、さあしかしトップクラッシュ。さあこれで2番手高田が迫ってくる、あっと入れ替わり。さあこれで結局さあ山内が最高まで下がってしまった。代わって同じくアウディ R8 の高田選手がトップ、2番手竹山、3番手坂林、4番手山内、あっとクラッシュ。さあ2番手以降はポジションの入れ替わりが激しい。さあその間トップ高田、現在中央セクション白赤リアウィングのないアウディ R8。 さあ2番手はこれで山内が上がった。さあ竹山3番手、4番手坂林。さあレースタイムは残り1分50秒です。さあ序盤の1分が経過いたしました。残り2分弱、現在トップ走行高田選手、ストレートから1コーナー2コーナーに入っていく。2番手山内後方 2.6 秒。さあ3番手、おっと、さあちょっと坂林がクラッシュが多いか。さあマシンの調子が難しそうだ。さあ3番手竹山、4番手坂林、レースタイムは残り1分30秒、折り返し地点を過ぎました。さあ予選第2ラウンド C グループ3分間周回です。後半戦に入ってトップ高田、2番手山内、ここは 1.8 秒差、3番手に坂橋が上がる、4番手竹山、ここ現在ストレートから1コーナー2コーナー。さあトップ高田現在ストレート、後方山内がじりじりと迫ってきた、 1.3 秒差。さあアウディ R8 のワンツー体制だが、さあトップ争いとなるか。
その差1秒切って 0.9 秒、レースタイム残り、ラスト1分、ラスト1分、さあ予選第2ラウンド C グループ、熾烈な最終局面、トップ争いとなっている、その差 0.6 秒、さあこれでテルツノーザ、高田、山内、アウディア、R8 対決。さあ予選第2、あーっとクラッシュ、さあしかし、さあ坂林が来た、坂林2番手部長、もったいなすぎる、残り30秒、さあタイムロスが多い、さあ残り30秒、残り30秒、1、2、3がなんと 0.8 秒の間、さあトップに立ったのは坂林、2番手高田、3番手山内、4番手竹山、さあ残り15秒、残り15秒。さあちょっとタイムロス絡みが多かった上位陣、残り10秒です。残り10秒、さあ坂林トップゴールなるか、残り5秒、もう一周あるかな、このギリかちょっと厳しいか、あ助けた、山内さんを助けてなるか、まだですよまだですよまだですよ、はい、ダッキーもこれで全車これです、お疲れ様です。結局全車同一中間17ラップでトップから坂林選手の3分0081でした。はい、お疲れ様でした。以上にて予選走行第2ラウンド終了、全工程終了です。集計結果が出ます。さあ集計結果、2回目に上げたんですけどね。さあ総合結果出ております。4台分けの3組です。はい、では、決勝5分後です。決勝5分後、地球チャレンジプラスタブレメンノービスチャレンジ決勝レースへ参ります。ご準備ください、ご準備ください。 A グループですね、地球チャレンジプラスタブレメンノービスチャレンジ、多分大丈夫ですよ、変わってもらうと。決勝 A グループ出走ドライバーは鴨選手、高林選手、高田選手、竹山選手。トップゴールの方にはこちらの NSB19 金星コングラチュレーションズステッカーが申請されます。これを5枚集めると、地球チャレンジマスターステッカーももらえるというゲーム性を持たせております。はい、まあ、こんなんがちょっとでもあるとね、レース盛り上がりますんで、モチベーションにもなります。はい、では3番グリッドからですね。3番グリッドからスターティンググリッドをつください。3番グリッド、鴨選手、4番グリッド坂林選手、5番グリッド高田選手、6番グリッド竹山選手。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。1級チャレンジプラスダブルメンノービスチャレンジ予選決勝 A グループ4分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあ4台走行による決勝グループ、さあ1周目は全車きれいに帰ってきた。トップ鴨、2番手坂林、3番手高田、4番手竹山。さあグリッド通りのオープニングラップ、そして2周目に入っていく。さあおっと、さあトップ入れ替わり、さあ最終コーナーで転倒、クラッシュがあった。これでポジションの入れ替わり、トップは変わって坂林、2番手鴨、3番手高田、4番手竹山。さあまだまだ全車分からない距離、 1.5 秒の間に4台がいる。さあトップ走行はグレーのホンダ NSX 坂林選手、後方ぴったりマーク鴨選手が 0.3 秒、3番手アウディ R8 高田、4番手マクラーレン P1 GTR 竹山。さあトップ争いが熾烈となっている。レースは残りまもなく3分となる、1分経過いたします。さあトップゴール、NSB19 のコングラチュレーションズステッカーを目指して、さあテール2ノーズ、さあここは熾烈な意地と意地のぶつかり合い、さあトップ争い緊張が走ります。さあ坂林かも、さあ 0.3 秒、レースタイムは残り2分35。さあ4分間周回レース、まもなく折り返し地点が見えてくる。トップ坂林、2番手かも、3番手高田、4番手竹山。さあ3番手高田、4番手竹山は少し距離が広がったが、さあトップ争いまだまだ分からない 0.6 秒差。さあここからラップマーカーが出てくる。折り返し地点残り2分10秒です。4分間周回レース、まもなく後半戦に入ろうというところ。さあトップ坂林、2番手かも、さあラップマーカーを
さあうまく抜けていった。あしかしミス。さあまだまだここついて。さあ一瞬のミスもさあ見逃さないか。さあこれでトップ坂上が2位坂本の距離を広げてくる 1.1 秒差。さあしかしまだまだここ焦ってはいけません。レースタイムは後半戦に入っている残り1分40秒。さあ4分間周回レース折り返し線を過ぎております。残り1分40秒。トップ坂林、2番手鴨、まだまだ距離は 0.7 秒差。さあ1秒切っている。ワンミスで追いつく入れ替わる距離。さあ決してミスれないトップ争い。残り時間は1分15秒。さあ坂林鴨 0.8 秒差。ガチンコのトップ争い。さあ4分間周回です。まもなく3分経過いたします。残りは1分となる。さあ1番2番残り1分。残り1分。さあ坂林かも。さあ残り1分切って残り50秒。さあここが最後の山場。ラップマーカーも出てくる。残り45。さあ坂林かも 0.4 秒。さあここが山場だ。あったーカモがミス。さあ先にミスてしまった。ここを諦めてはいけない。さあここをついて。さあトップ引っかかった。さあやはりいやいや気にしなくていいですよ。一切ラップマーカーの人は一切気にしなくていいです。さあトップなんかこの絡むのをどうするかがトップ走行なんで。あーカモがミス。残りは15。さあでもまだワンチャンある。わからんで。さあトップ坂林やってしまった。さあ前2枚。残り5秒。さあもう一周ある。あタイムアップや。はい停車ゴールでーす。お疲れ様でした。トップゴールは坂林選手、2位鴨選手、3位高田選手でした。お疲れ様でした。いやカッコ悪いから。カッコ悪い方やそれ。それは僕が言った方がいいです。いやでもな。白熱してる。いいレースでしたね。いいレースいいレースナイスレースや。はいお疲れ様でした。決勝 A グループ終了です。続きまして B グループの方ご準備ください。 B グループ出走ドライバーはニューナヤ選手、山本選手、尾崎選手、山内選手。もう言わんといてあげても。予選は予選、決勝が全てですね。勝てばいいんです。勝てば皆さん頑張れ。いじりすぎやろお前ら。はいニューナヤさんからどうぞ。はい続きまして山本選手。じゃあ山本選手。はい尾崎選手。はい山本選手。ハンデキャップで。どう出てんの。はいスターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。1級チャレンジプラスダブルメルノービスチャレンジ決勝 B グループ4分間周回です。スタートです。さあスタートしました。さあ4台オープニングラップは無難に帰っていきたい。さあ流れたトップニューナヤ、2番手山本、3番手尾崎、4番手山内。さあ2位以降距離が一気に圧縮している。さあしかしここはなんと、ああしかし山本ミス。さあこれで2番手入れ替わり、尾崎が2番手に浮上。依然トップはニューナヤ、2番手尾崎、3番手山内、4番手山本。さあトップニューナヤこのまま逃げ切れるか。2番手尾崎。さあストレートスピードでは、ああしかしミス。さあストレートスピードがあっても結局ミスっては意味がない。さあ依然トップはニューナヤ、2番手山内さん。山内さんも応援してあげて。さあトップニューナヤ、2番手山内、3番手山本、4番手尾崎。まだまだ全車ストレートで4台並ぶ。さあまだまだ分かりません。さあトップニューナヤ選手は04なんだ。さあ残りは3分です。序盤の1分が経過いたしました。若干ストレートパワーが少なそうだ。さあ対して山内は元気いっぱいのパワーを見せる。おっとさあしかしちょいミス。
さあトップに米谷、2番手山内、3番手山本、4番手尾崎。さあやり合ってはいけない集団グループ、全車このペースを維持すればとにかく我慢大会、あとはクラッシュ車両を避けるのみ。さあ残りは2分20秒、レース中盤戦、4分間周回レース、4台が 1.2 秒の間、さあ残り時間は2分10秒となります。トップニューネアを先頭に、いやもうクラッシュ。さあ山内が2コーナー接触、さあこれでトップに出る2番手山本、3番手ニューネア、4番手尾崎。さあレースが動いた、残り2分です。さあ折り返し点を過ぎまして、トップに立ったのは山内、2番手山本、3番手ニューネア、4番手尾崎。さあまだまだ分からない、レースタイムは残り1分40秒。さあトップ山内、このまま守りきれるか、後方山本はプレッシャーかける、3番手ニューナイ、4番手尾崎、ここもまだまだ分からない距離、おっと尾崎はミス、さあミスってはいけない。さあ残り1分30秒、依然トップは山内。さあ山本2番手、後方様子を伺います。さあ3番手ニューナイ、4番手尾崎、巻き返しなるか、レースタイムは残り1分10秒です。さあ4分間周回レース、間もなく3分が経過しようというところ、ラスト1分となる。さあ山内がトップ走行、現在ストレート、残り1分。さあ2番手山本、嫌な距離でついてくる 0.3 秒。さあ3番手ニューナイ、4番手尾崎、ここも距離が近い 0.4 秒。レースタイムは残り40秒です。残り40秒。さあ山内トップ守りきれるか、山本も食らいつく。レースタイムは残り30秒です。ラスト30秒。さあ残り、ああ山本尾崎、続いて相次いでクラッシュ転倒、これで各ポジション距離が離れる。さあ山内あと1周、残り10秒。さあシニアドライバー山本選手、さあトップゴールなるか。さあここで4分経過、タイムアップ、山内トップゴール、山本ゴール、ニューネア尾崎全車ゴールです。お疲れ様でした。いやナイスです。全車同一周回、トップゴール山本選手、2位山本選手、3位ニューネア選手でした。お疲れ様でした。いいレースでした。いいレースでしたよ。はい、では続きまして決勝 C グループへ参ります。ご準備ください、ご準備ください。はい、 C グループ出走ドライバーは高城選手、上田選手、山室選手、蓮選手。はい、予選順で操縦台お選びください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。はい、では参ります。1級チャレンジプラス WML ノービスチャレンジ決勝 C グループ4分間周回です。スタートです。さあ早めのスターティングシグナル。さあ色も分かりやすいですね。青、赤、黄色、水色。さあオープニングラップ、さすが C グループ4台超接近戦。おっと蓮早くもミス。さあ青、赤、黄色、高城、上田、山室、蓮。さあ非常に緊張感のあります序盤戦。さあ1位高城、2番手上田、ここの距離が近い 0.12。 さあ山室はここは少し様子を見るか、3番手走行 0.5 秒後方、蓮がここはペース上げたい 0.8 秒。さあ高城、上田1位2位、ここの距離が近いぞ。さあ青いマシンを先頭に、高城2番手、赤上田、3番手イエロー山室、4番手白ブルー蓮。さあ1、2、3、テールトゥノーズ、ライン一つで距離が
縮まり広がりしますね。ああ、ほぼ同じペース。さあ、ベストラップは 9.6 から、山室が速い。さあ、山室は 9.4 か。余裕を持っての3位走行か。これは怖いですね。残り2分20秒。さあ、トップ高城。ボール2ウィンなるか。このまま、誰にもトップを譲ることなくゴールしたい。2番手上田。後方 0.5 秒。レースタイムは残り2分折り返し戦です。前半戦すごいですね。4台 1.2 秒の間。実質4台中、レンのワンミスのみか。すごいな。さあ、これもう絶対ミスれないですね。さあ、トップは高城、2番手上田、3番手山室。さあ、上位3台はノミス。レンもこの距離でワンミスのみ。さあ、これまだ分かんないですよ。何でレースが動くか。レースタイム残り1分40秒です。さあ、後半戦に入っている。折り返しを過ぎまして。さあ、徐々に集中が切れる頃か。これを最後まで残さなければいけない。さあ、トップ高城、2番手上田、3番手山本、4番手レン。さあ、上位3台は今のところ、ノーミス状態。レースタイムは残り1分10秒です。さあ、4分間周回です。3分が経過いたします。さあ、トップ高城、2番手上田、少し距離が空いたが 0.5 秒。2番手上田、3番手山本、 0.3 秒。レンが後方 1.5 秒。レースタイムは1分切りました。残り50秒。さあ、このまま行くのか、何かあるのか。残り45。さあ、1位から3位までは0.9 秒の間にいる。残り35。残り30秒。さあ、残り30秒。さあ、1、2、3。0.4 秒ずつ。おっと、さあ、まさかの。さあ、山室ワンミス。残り15。結局、ノンミス上位2人。ワンミス。3、4位。残りファイナルの勝負。やばいな。すごいな。さあ、間もなくゴールタイム。高城上田ゴール。全車ゴールです。お疲れ様でした。ナイスレース。素晴らしい。お疲れ様でした。トップゴールは高城選手、2位上田選手、3位山室選手でした。こんな予選グリッド順でゴールってないんちゃいます？一回もポジションチェンジなしですからね。お疲れ様でした。ナイスレースでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日19チャレンジプラスダブルメンのオービーチャレンジ全レース終了です。また来週もよろしくお願いいたします。